を温かい空気で包み込んだみんなでヤッホー。見るものを一瞬にしておとぎの国へ誘う、彼らだからこそ表現できたピースフルなパフォーマンスでした。そして第2位はナイトレイブンカレッジ。1票差で惜しくも優勝を逃しましたが、高い歌唱力と技術力で圧巻のステージを見せてくれました。素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた全ての学校の代表選手たちに今一度大きな拍手を。では優勝校の皆さん、前へどうぞ。僕たちが世界一になったの？ねえじゅ、ふぬけた顔してやがんで、さっさと優勝トロフィーをもらいに行くぞ。やったー、ホッピッピー。ほう、あれ、僕今寝ちゃってた。一番嬉しいけど恥ずかしい。わーい、ありがとう。嬉しいです。練習を頑張ってよかった。ドミニク、なんで泣いてるの？みんな楽しそうだよ。ヤッホー、優勝トロフィーです。おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。それでは優勝チームのアンコールステージです。ロイヤルソードアカデミーチーム、みんなでヤッホー。嘘だろ。いい、一票差で。くそー、エベル、そんなに泣くなよ。そんなに泣いたら俺も泣いちゃうだろ。おいカリム、アジーム家の次期当主の自覚を持て。情けなく号泣する姿が生中継されたらどうする？ジャミルは悔しくないのかよ。悔しすぎて言葉も涙も出てこない。頭が真っ白とはこのことだ。あんたたち、まだ舞台の上にいるのよ。情けない姿を晒すのはやめなさい。背筋を伸ばしてライバルの勝利を称える拍手を忘れずに。さすがはビル先輩、冷静ですね。こういう展開はもう慣れっこですか？冷静？慣れっこ？そんなわけないじゃない！今すぐロイヤルソードの奴ら全員舞台から蹴り落としてやりたいわよ。私があいつらを罵る下品な言葉を口走る前に誰か気絶させてちょうだい。ネジたちに投票した奴らを呪ってやりたい。ああ、麗しのビル、我らがロアドポアゾン。私の選択が君を苦しませることになってしまってすまない。だがどうしても自分の心を偽ることができなかった。は？それどういう意味？ビルに呪われるべき人間の一人は私だ。え？